マジで。とりあえずここいますんで、阪急前、阪急前いてます。とりあえずカイロ、カイロティッシュも買ったらよかった。カッコミスターは断固と切り切ってるで、リアトと社は回路を上げます。回路ね、気遣いもね、とりあえず2つ貼らない回路2つ開けるわ。寒すぎる。貼る回路ちょっと腰に貼ります。貼る回路と貼らない回路もありますんで、どっちも好きなだけ持っていってください。貼る回路背中に貼るわ。ステッカーちょっと待ってね。背中ことりあえず背中に貼った。2枚貼ろっか。2枚貼るわ。背中ちょっと待って、中にも OK。 来る人いたら、できたら来る人いたら言ってね、早めに。誰も来ないのに待っててもむなしくなるだけだわ。設定入ってないね、スロットで設定探ししてるほどむなしいもんないでしょ。俺なんかクリスマスボッタ店でね、ハローサンタトナカイの設定ロック一人で探したからね。設定ロック落ちてないか、結局ボロ負けしました。その仕事中なんかね、明日だったらね、金のたぬきさんと銀のたぬきさんが明日だったらリア凸行けたって言ってた。で一応もうスタートしてますんで、16時、ツイッターは16時スタートなんですけど、一応もうスタートしてます。そしたらリスナーさん、リア凸町ちょっと早いですけど、リア凸町スタートします。テープボーイ、すいません間違えました。プレイボール間違えました、すいません。難波ならわかる。なんで俺が大阪まで行かないといけないんだよ。熊さんありがとう。目標2人、多分誰も来ないよ。でステッカーね、16時過ぎに到着、ステッカー欲しい。いやーありがとうございます。マジっすか。16時、ステッカーあります。これもう残り4枚です。家探したら残り4枚ステッカー出てきましたんで、このくるちゃんデザインのモンタージュバージョン、火薬たるモンタージュバージョンと、ミックスさんが書いてくれたマヨラーバージョンがありますんで、欲しいそういう先着4名様。ただリスナーさん、ただできたら何かしらお願いします。でないとアンチがね来る可能性あるので、ただもらいだけちょっと勘弁してほしいです。正直言わせてもらうと、ただもらい、なんでかというとお金が欲しいわけじゃなくて、アンチ対策です。アンチ対策、アンチがステッカーを根絶やしにしに来る可能性があるから、4枚しかないステッカー、欲しいもの、ダウンコート、服、お風呂でいいんで着てない上着、ダウンコートあったら欲しいですかね。ダウンコートも家にボロボロのやつ2着しかないので。いや、アンチもいるよ。手のひら返しはされるし。マジっすか92号さん、中古でいいんですけどダウンコート代くれるんです。それすいません、もう申し訳ないです。もう今緊急リア凸待ちなので、もう察してください。もうお金やばいので、もうもう今日も今含み損7万円含み損あるんで、ドル円逃げたらよかったね。でも邪魔になるな、結構人通り多い。いや、モンクレールは普段使いできないじゃん。だからモンクレール以外に、だってモンクレール以外に2着ボロボロのダウンコートしかもうないから、すいません92号さん、もう申し訳ないです。買っていく時間じゃないです。やっとね、来てくれるだけでも感謝ね。今で割れる終わったわ。しかも背中に貼ったやつ全然あったかくないんだけど、密着しないからカイロ背中に貼っても全然あったかくねえわ。これ密着してないから。ベルありがとう、ランちゃん4個ありがとう。当たりと普段使いできないモンクレール、そんなん着るわけないじゃん。20万ぐらいするモンクレール。モンクレールちなみに社長さんにいただいたやつね、まだ2回ぐらいしか使ってない。いや、上着に貼ってないよ。直貼りするわけないじゃん。それシャツに貼ってるよ、上着には貼ってないよ。いや、占いお世話になった社長さんだから、初期にねお世話になった社長さん。時間大丈夫ですよ。2時間18時までやってますんで。なんかお腹に貼ったらダメらしいよ、ミノモンタが言ってた、思いっきりテレビで。あ、これ帽子の中入れよっか。リサさん、これでいいやん。もう一個つけよう。あ、これいいわ。もう一個開けよう。やばい。もう一個開けます。もうドル円終わったわ。もう安値更新。ドル円安値更新したら10万負けですね。上がるのも祈るしかねえわ、ほんま。今レートいくらですか、ドル円。死んだわ、ほんま。ついてねえわ、60円です。今ドル円で21なんだ。もう終わったわ。30ピリオン下がってんよ、ほんま。ひいな、もう。両立てしてたよかった、マジで。20ありがとう、冷凍変えてくれた人ありがとうございます。やっぱ下がるわ、ドル円。低いな、マジで。今日ちなみに指標ってないんですか？指標18時まで延長ありますよ。本当に来る人がいるのであれば延長します。22時半にあるんだ、指標。それまでちょっと家帰ろっか。どっちの料理ショーやってね。今日はうなぎとうなぎ VS アナゴやりますんで、16時イギリスある。ドル円やっぱ下がるのかな。なんか場所ないかな。もうここやっぱ中入っていいですか？ここの中でやる。これ円柱のとこでやるわ。ちょっともう回路はあっても寒すぎるわ。なんでかい楽器。ありがとうございます、花火。英語の方ありがとうございます。久しぶりです。ここでやったら怒られるかな。ここ。ここもでも風ヒューヒュー言って、風めちゃくちゃ寒いわ。校内ダメほんま、尋常じゃないぐらい寒い。ここにしよっか。日が当たるからここするわ。あ、釣りありがとう。ありがとうございます。釣りの方、すいません。ありがとうございます。2つダブル釣りありがとうございます。ダブルピンクサファイア2倍ありがとうございます。分かりづらい場所、いや分かりやすいよ。三宮駅の阪急の前、これ阪急の前です。産地かこれ場所わかるでしょ普通に。何口 A1 って書いてますね。何口になるんだろうこれ。アクセスがあります。スロットのパチンコ屋さん、アクセスがあります。いや、買わない。ホットコーヒー買わない。リスナーさん、病気ですかね。自分ね、飲み物飲んだらね、すぐおしっこ行きたくなるんだよ。だから出先ではなるべく飲み物飲みたくないんです。だから人の家行っても飲み物いらないんだよ。 JR 西口降りてきたり、ありがとう。なんかもうコップ一杯飲んだら、ちょびっとだったら大丈夫だけど、コップ一杯飲んだらね、もうすぐにトイレ行きたくなる。頻尿ではないよ。飲まなかったら、頻尿って飲まなくてもトイレ何回も行くでしょ、全部出し切らずに。上がってきた。レート変えてください。もうドル円レート変えてくれた方が助かります。上がってきたっていくらってまた聞かないといけないから、レート変えてください。コップいっぱい飲んだらもうすぐトイレ行きたくなりますね。27ありがとう。28ありがとう。とりあえず酒止まった、よかった。なのでホットコーヒー飲みません。回路全然あれ、回路全然効果ないです、はっきり言って。モンクレールは一応綺麗なゴミ袋に入れて保管してます。虫食いとかあんのかな。服とかでも虫に食われたことないけどね。これ着てない、高すぎて怖くて着れないです。あ、そうなんだ、カビ生えるんだ。難しいね、服の保管で。自分じゃねえわ、社長さんからもらってる。あのね、ブランド品ね、消耗品のブランド品買う人って金持ちじゃないと無理だよね。すぐ傷むから、靴とかね、靴とかカバンとかのブランドもんは俺買いたくない、すぐ傷むから。30きたー、とりあえずリスナーさん、安く服、いやもうスタートしてます。安くダウンコート買える店あったら教えてくださいね。高架下に安い店ないですかね。高架下に。今日は靴履いてる。いや足が寒い。自由いくらですか、ダウンコート。本当に安かったら3000円で買えるけどね。なんでサンダルなんだよ、おかしいだろ。安すぎてそれぐらいじゃないと俺お金出せないわ。だから上がってきたって、だからレート変えてくれよ。もうしんどいわ、もう何回も聞くの。ぶち上げろドル円、頼む。もう一回143円つけてくれ、もう損切るから。34上がってきてるね。セカンドストリートあります、近くに。もう服中古でいいわ。いや正直ね、パッチは履いてきてる。でもめちゃくちゃ寒いですわ。お尻も春回路つけよっか。寒すぎるわ。お尻にもさ、背中につけてもね、全然あったかくねえわ。あ、あるんだ。近くあるんだ。回路全くあったかくならない、全くあったかくならねえわ。だいぶ変わるかな。ったなんて。これ懐かしさのあるジーパン、これあれだよ、このジーパン3万円2万6千円ぐらいしました。リーバイス、これリーバイスのリスナーさん高いやつだからチャックがねボタンなんだよ、わかる？これ高いやつチャック ボタンだから、これいいジーパンだよ。2万円超えてました完全に。ボタン嫌い。いやでも かっこいいじゃんこれ。これ今ヴィンテージついてるんですか？ジーパン売るか。ジーパンとか何でもいいからね。しかもこれ結構もう何回も洗ってるからいい感じでしょ、色が。これ結構気に入ってます実は。売れるかな。色薄すぎ。これでもいい色じゃない？いい色じゃない？あ、れいちゃん久しぶり。れいちゃん有馬記念一緒にやりたかったんだけど、もう有馬記念ちょっとスルーセブンシーズとスターズオンアースのダブル本命だったんだけど、枠がもう終わっちゃったから、まあ、有馬記念は買わない。今週競馬やりません。とりあえず未勝利戦か午前中のレースまだ調べてないから、それで狙い馬あったらやります。それ以外はもう買うレースないです、午後のレース。うん、外枠になっちゃったから有馬がやらない。もうほんまに自信ある時しか競馬やらないことですね。だから水戸の方もやってないでしょ。水曜日と木曜日で重賞3つあったでしょ。それもだから参戦してないです。いやもう競馬配信者じゃなくていいです、僕。毎週やりたくないし。今日雪降ってたよ。俺こっち今降ってないけど、なんかゴミみたいな埃が落ちてきてんのかなって思って、着いたら雪降ってたから。初雪でしたね今日。今一人いますよ、来てくれる人。いやお布施いらないけど、リスナーさんなんか持ってきてよ。お布施は別にいらないけど、家の中でさ使わないやつとかあるでしょ。なんかちょうだいよ、ねえ。なんかあるでしょ、家の中で使わないようなやつ。俺は用意してるよ。俺はステッカーとカイロリスナーさんにあげるよ。いや手ぶらでもいいけど、でちなみにリスナーさんもうほんまにお金ないんで叩かないでくださいね。いただき物をちょっと売ろうと思います。叩かないでね、絶対。プレミアついてるね、プレミア品。これ誰か買ってくれる人いませんか？これプレミア、これです、プレミア。いきます。これリア凸社の人よかったら買ってください。これですね。これクルちゃんのロビンソンバーにいた時のキーホルダー。これ今はもう非売品っていうか、もう手に入らないよ。これ01さんの家に落ちてたやつ。これプレミア、これ誰か買ってほしい。プレミア今はもう在籍してないから、ロビンソンバー。いや盗んでない、拾った、落ちてた、掃除してたら。これも正直もう手放そうと思ってます。窃盗、もう何とでも言え、うん、もうどうでもいいわ、窃盗でも何でも。何度でもいい、もう犯罪者でも何でもいい。僕は売ります。28上がらないね。もうドル円でも142円割れたらもう損切るわ。カイロ意味ねえわ。カイロ意味ない。もうカイロが悪いのかな。一番安い回路買ってきたんだよ、200円、10個入りで200円の回路。全くあったかくならねえよこれ。お尻と腰にも張ってるけど全くあったかく、いや薄着って今日そんな寒くないと思うね。12月ってそんな寒くないじゃん、毎年。びっくりするぐらいあったかくなかった、毎年。ちょっとなめすぎてた。もうリスナーさん、今日一人来たらもう終わりでいいですか？来ないでしょ、もう。今日銀のたぬきさんが一人来てくれるから、もうそれ来たらもう終わります。もう来ないもんだって、今年一なんだ。あ、猫さん来てくれてたの、本当にありがとう、猫さん。回路マジで意味ない。寒い。18時頃書き込みありました。あ、そうか、ギリギリに来る人いたから、やっぱ18時までやります。手袋欲しいっすね。手袋買おうか。手袋誰か持ってきていただいたらすごい助かります。9月の格好、一応あれズボンの下にパッチみたいなの履いてきたから大丈夫かなと思ったら雪降ってましたわ。来る時そんなめちゃくちゃ寒くなかったんだけどね。ちなみに、あっちゃんありがとう。釣りありがとう。